あと、オラさんは今日ラグナだけど、一応ね、キャラ替えするとね、今回はね、ポイントゼロに戻るから。さあ、そしたらね、動画内の方を見ていきましょう。先ほど言った通り、先鋒戦は、ライチ対狭間。これ組み合わせ的にはどうなんですかね。互いにめんどくさそうですけど、まずは狭間ウロボスを使って飛び回る感じ。さあここでウロボス噛ませて無理はしない。大地はもう結構無理はしたくないタイプだと思うんですね。ここでウロボス噛んだところでジャンビーからですが、まあ今ちょっとね、一応さん来たばっかでレバーサルの多分今日初めてだと思うんで、ちょっと、操作がおぼつかない感じかな。さあここでサイドウロボス噛ましてからのコンボ画面端。さあ逆に画面端を背負わされる形になって 4D はガードしてるが、そのまま確率ジャンピーカウンターバーサーズとして、まずは距離を離す。さあウロボロスが噛みついて、さあため、なんだっけ、合唱客じゃなくてダマネでバイスね。さあ引き戻してからこの中間距離、ウロボロスが噛む距離で、あれぐらい近いとちょっと面倒したいですね。 4D が通ってライチがコンボを決めていく。アイジャンプ C が出なかった。さあこれで一度距離を離す。今のはしゃがみ D かな、真上に飛ばす感じでしたが、そこを刺されてしまって、互いにちょっとコンボ精度が、まだ安定してないっぽいですが、そこで4カウンターから今度は最後まで最大に飛べずですね、アウンチは取るの難しいですね。さあクーデグ取って 1-2C から拾い直していく。これはロッシーしっかり決まって 3C から棒を貯めて、ジャイオクでアビストレイの嫌がったかな。ライチは逃げ回る。さあここで近づくが捕まえることができない。タイムアップで1本選手は HH ライチ。大難度またもや互いに距離を取る。ライチガもやっぱり狭間戦は棒飛ばしたみたいですね。ここでウロボス噛みついてコンボを決めていく。と今のは溜めてなかったんで、2回噛むことはできなかったですね。さあジャンシー10段決めて5段かける2決めて表、あれしゃがんでると裏とかになるんですよね確か、めんどくさいですね。さあまたコンボを決めて体力リードが広がっていく。風間は無理はしない、中段が通って画面足。さあダッシュからの中段ですが、前ジャンプ切り返してコンボを決めていく。さあこれは特殊攻め、下段が通る。さあ下段 3C で崩れてしまうと、補正が初段補正 100% なんでね、初で崩れるよりもコンボは高いということで、さあこの駒投げ取ってジャイオクを決める。あと2回噛むことができない。さあこれライチがワンチャンスありますね。タクシー暴れが潰されてしまって 3C ももらってしまう。しかし裏回ってウロボス噛みさせる。さあ真ん中筐体はどうなったんだろう。さあブラッキーチームの勝利。さあ気づけば先鋒戦ライチが上がってますね。